神は歴史の中心にイスラエルの置かれた。知らなければ神様のご計画ってわからない？そうか、僕の信仰の最後のピースはこれだったんだ。レイコーマさんに相談してみよう。タケちゃん、イスラエルのことなら私に任せて。レイコーマさん、イスラエルを軸として聖書を見るとき、これまで見えなかった神様のご計画が明らかになります。その最後のピースにやっと気づいたタケちゃん、そこに現れたのはイスラエルでの宣教生活を終え日本に帰国したばかりの叔母エイコだったのです。お邪魔します。あー、たけちゃん待ってたのよ。こんにちは。いや、遅かったわね。えいこばさん、お元気にしてました？神様のおかげでいつも元気にしてるのよ。よかったです。今日はもう待てないぐらいたけちゃんにお話ししたいことあるの、素晴らしいツアーがあるんだけど、イスラエルに行ってみない？イスラエルのツアー？なんで僕がイスラエルに？だって戦争とかテロとか聞く場所だから、ちょっとあんまり行きたいって思ったことはなかったんだけどな。その気持ちよくわかるんだけど、イスラエルのほんの一部のところだけで、そういう戦いが起こったりしてて、ツアーの人に全然関係ないから、ぜひぜひ行ってもらいたい。そっか、でもな、なんかイスラエルに行って得することってあるかな、僕にとって。そりゃいっぱいあるわよ。タケちゃん今教会行ってるでしょ、で聖書を読んでるでしょ、で聖書を分かったようなんだけど、分かんないとこは素通りして読んでるでしょ、そういう分からないとこがイスラエルに行くと分かるようになるのよ。へえ、そうなのかな。じゃあ例えばどんなことが分かるようになるの？マタイの5章、13節に、あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけることができるでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけですって書いてあるでしょ。たけちゃん何度も読んだでしょ。塩が塩気をなくすって意味わかる？塩が塩気をなくす？まあ何度も読んだことあるけど、まあ、あんまりわからないときは素通りしてするってことがあるから、ここもちゃんと理解したことはなかったかな、正直。でしょう、だからイスラエルに行ってもらいたいの。ちょっとここにね、イスラエルからのお塩があるの。これは歯科医院っていうところのお塩なのね。ちょっと写真見せるね。この湖の写真見て、これ水着はずっと真っ白じゃない。これ全部お塩なのよ。これが塩？これ全部お塩なの。海抜マイナス430メートルになっちゃってんの。もうこれ蒸発していく方が多くて、1年に1メートルだんだん下がっていってるから、ますます
こう低い土地になっていってるんだけど、世界一低い土地なの。へえ、マイナス430メートル。マイナス430メートル。それはすごい低いんだね。そして塩分が 33%、うん、イエス様の時代っていうのは、うん、お塩を売る人がこの水際のお塩をガサッと取ってそれを売ってたの。でそれを尺一杯いくらって一番安いお塩、うんうんうん、あそこの中には少しだけれども砂も入ってるわけね。一番安いから、99% の人が貧しい人たちだったから、一番安いのを使うのね。うんうん、で、こういうふうにテーブルに置いておくの。うん、結晶が見えるでしょ、うんうん、この結晶を掴んで、それを料理の中に入れるのね、うんうんうん。で、またこの結晶を取って、お食事の上にかけるわけね。うんうんでこの結晶をたくさん取ってるうちにだんだん砂が見えてくるの、うんうん、そして結晶が全部なくなったら少しなんだけど砂だけしか残ってないのでもう塩気がないの。あだからそれを外へ捨ててしまって、うん、またこの入れ物に新しいお塩を置くのね。その捨てられた砂は人々が踏むところにあるわけでしょ、うんうんうん、だから塩が塩気をなくすっていうのは結晶がなくなったという意味。貧しい人たちが使う塩はごぞっと砂が一緒に混ざっちゃってこういうふうに家庭に持っていたっていうこと。ということそのこと。使っていくうちに砂はここに残って砂はもちろん料理には入れないので最後に砂は捨ててたよっていうこと。竹ちゃん飲み込みが早い。あそういうことで捨てられてしまうっていう話があったんだ、うん、でも塩が塩気をなくすっていうのは僕たちに何か関係があるの？あなたは地の塩ですって言ってるでしょ、うんうんうん、で塩っていうのはこれは神様に捧げる穀物に必ずお塩を入れたのね。うーんそれは捧げるものが清くなるあその意味と美味しくなるの意味があるわけね、うんうんうん、でそれを神様に捧げていた、うん、でその塩っていうのは清める力がある、うん、それと私がこの結晶を今、うん、タケちゃんの口の中にポイと入れたら、うんうん、辛いって目が覚めるでしょ、うんうん、今眠いと思ってても辛いって目が覚めるじゃない、うん、塩っていうのは人を目覚める力がある。だから私たちは福音を伝えて人々の霊を復活させ、うん、生き返らせる目覚めさせる力がある、うんうんうん、それプラスこれ保存力っていうのがあるのね、うんうんうん、清める力とお肉にお塩いっぱいかけると、うん、腐らないでいつまでもあるっていうね保存力がある、うんうんうん、だから人々を清めてイエス様を信じるようになった人たちに福音を伝えてその清さを保存していく、うん、その保存は永遠の命につながるという、うん、そういう力がある。そういう壮大な話をしていることなんだねこれは。あなた方は地の塩ですっていうのはその意味なのよ、うん、そういう役割が私たちにあるっていうことを言ってるの？私たちにそういう力がある。力がある。でもし私たちが塩気をなくすって言われるとそれも関係あるの？塩気をなくすっていうのはもう教会に行くのをやめるわって言って家で教会に行かないでしょぼーんとしてる人がだん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 つまんない人生って
ってなってくると、それは塩気がなくなったクリスチャンになるわけね。そういうことなんだ、うん、だからしっかりと教会に行って、ますます塩気をいただくっていう力。あ、そうなんだ、うん、砂が混じってない塩もある。高級な人たちには砂はもうちゃんと避けて、塩だけのものっていうのを高く売るわけなんだけど、貧しい人たちはそのままを使っていたわけね。なるほど。だから砂が残って捨てられるっていうことも説明されたらわかるんだ。 99% の人が貧しい人たちだから、みんなこの言葉がよくわかるのよ。あ、こういうことをイスラエルに行くとわかるから行ってきてほしいの。そうなんだ。まあ、確かに、ね、僕が普通に使ってる塩のことではあんまり理解できなかったから、あ、こうやって聖書のことが分かるんだなって、すごいなって思ったんだけど、でもそれだけで、ね、おばさんは僕をイスラエルに行かせたいって思ってるかもしれないけど、もうちょっとなんか魅力的なこととか面白いことがあったらなって思うんだけどね。イスラエルっていうとね、ニュースで見てるとろくなところじゃないっていうふうに思っちゃうじゃない。去年の国連幸福度調査っていうのでは、日本は43番だったの。でもイスラエルは11番だったの。それくらいに日本にいる人たち以上にイスラエルにいる人たちは幸福っていう意味でしょ、うんうん、だからこのニュースで見ているようなところとまた全然違うのよね。それプラス安全さって言えばアメリカよりずっと安全、聖書のことが分かるだけじゃなくって、イスラエルっていうのはほんの四国の大きさなの。それで日本と全然違うのね。例えば、アメリカに行ったとするでしょ、そうするともう素晴らしい景色のところがあるんだけど、次のところに行くのに一日中バスに乗って次のところに行く。なぜなら大きい土地だから。中には飲行機に乗って次のところに行くっていうのがあるんだけど、イスラエルは四国の大きさの中にも山のように見るところがあるから、もうどんどんと見学できるのね。それにもうその日本と違うところっていうのが、たったの四国の大きさにもかかわらず、冬はヘルモン山、ヘルモン山ってね、ものすごい美しいとこなのよ。ちょっとこれ見て、雪がいっぱい積もってるじゃない、ここにね。このヘルモン山ではスキー場がオープンしてるの。だからたくさんの人がスキーをしてるのよ。だけど、この視界に行くと、これ見てポカーって浮いて、水の上に浮きながら新聞読んでるじゃない。こういう浮遊ができるのよ。それなのに、南の紅海の方に行くと、これ熱帯魚すごいでしょ、こんなにたくさん熱帯魚がいるので、ダイビングしてる人がいっぱいいるの。これが同じ時に起こるのね。それプラス、日本には荒野がないでしょ。聞かないね、荒野。四国の大きさで半分以上が荒野っていう砂漠。だから見るところがいっぱいあるのよ。すごい綺麗な写真なんだけど、スキーができる場所と、視界は浮くでしょ、それと熱帯魚がいるところが同じ時期にあるっていうことなの。そういうことなのよ。すごい不思議じゃない、それ。だから行ってほしいのよ。四国ぐらいしかないのに、夏みたいなところと冬みたいなところが同じ時期に味わえるっていうのは変わってるんだね。そうなのよ。まあ何か楽しそうなものが、あるのかなという感じはしてきたんだけど、じゃあ例えば
イスラエルの中に世界遺産とかそういう見るところはあるのかな。四国の大きさのあんな小さなところだから、うん、そんなものないと思うでしょ、うん、ところが世界文化遺産が7つもあるの、うん、へー。地中海のそばに、うん、アッコというところがあるんだけどね、うん、十字軍時代の、うん、この遺跡見て、これ、うん、もうやらゆる方面から撮ってきたんだけど、うん、この素晴らしい遺跡がアッコの水のそばにあるのね、これが世界遺産になってるの、それとハルマゲドンって聞いたことある？あ、聞いたことある。あるでしょ、うんうんうん、ハルマゲドンっていうところは、まあ、中部の方にあるんだけど、うん、昔々から戦いがいっぱいあったところ、今発掘されてるんだけど、うんうんうん、ここがもう昔々からのものが出てきて世界文化遺産になってんのよ。へー、そして、視界の方に行くと、あ、ここマサダっていうところがあるの。マサダっていうのはこれ自然の要害なの、うん、自然の要害で、このてっぺんに2000年前ヘロデ大王という人がお城を建ててお風呂を作って贅沢三昧に建物を建てた、その遺跡がいっぱい出てきてるの。それとここの歴史はもうあっけにとられるようなすごい歴史があるのよ、うん、こんな素晴らしいとこっておそらく世界にはないんじゃない、うん、へえ、そっか。結構いろんなドラマがありそうなんだね。歴史がすごいのよ。世界遺産もちょっと見てみたいなっていう気持ちはするから、まあ、いいツアーを紹介してくれるんだったらちょっと考えてみようかなという気になってきた。それが素晴らしいツアー、もうたけちゃんにちょうどいいツアーがあるの、それが若者のツアーで、たけちゃんぐらいな若者たちばっかりが行くのよ、でこのツアーでは荒野っていうところに行くし、ラクダに乗るって書いてあったのよ、そしてそこの荒野のテントで寝るなんていうの書いてあったから、羨ましい。私も行きたいと思ったの。そっか、なんかいろんなことができそうなんだね。まあ今まで考えたことなかったけど、おばさんがちょっと強く進めるなら考えてみようかな。そう、もうぜひぜひイスラエルに行ってきて、でこの聖書が今読むと白黒でしょ、うん、イスラエルに行ってごらん。次読む時にはカラーになってるから、そしてこう聖書読んでると平らでしょ、うん、でもイスラエルに行って帰ってくると聖書読むと立体になる。そうなるのかな。本当にそうなのよ。聖書っていうのは2700カ国語に訳されてる、うん、それプラス毎年ベストセラー、うん、だからそういう大切な聖書、うん、まして教会に行っているクリスチャン、それはこの聖書を立体的にカラー的に読めるようになるって言ったらものすごい得だと思わない？そうね、じゃあ得したと思って帰ってくるかな、言ったら絶対もうそれは確実。そっか、じゃあちょっと積極的に考えてみるね。嬉しい、祈ってみて、そっか、ね、祈ってみて、もう絶対イエス様が行ってらっしゃいって言うわよ。じゃあちょっと祈ってみて、そして今度いい報告ができたらいいかな。嬉しい。今日はこの辺で一回帰るので、はい、じゃあツアーのこと考えてみるね。それではここで今日のおさらいをします。イスラエルは四国ほどの大きさにもかかわらず、同じ時期にスキーができるところもあるし、視界で浮かんだり
航海で熱帯魚を見たりすることができる不思議な土地である。二つ目、塩が塩気をなくすの意味が、視界から取れる塩を通して正しく理解することができる。塩は目が覚めるような辛さと食料を保存することのできる性質があります。イエス様は人々の信仰の目を開かせ、清い救いを保たせる力として塩を例えて話されました。それでは皆様またお会いしましょう。シャロー。